はい、こんにちは。昨日のプライムボクシング、まあ、14日ですねのメインイベント、はい、中谷潤との防衛戦、はい、まあやはり圧巻の、はい、まあ、パフォーマンスでしたけども、なんかうわゾワッとする KO シーンだよね。毎回そうだよね。なんかうん、そうだね。この間はまあ左ボディ一発か、その前は左ストレートか、まあ、しかし今回の相手も1位、前回の相手も1位、じゃあフーズネクストって言ってたもんね。うん、まあまあそのね、井上拓磨戦がっていう、まあ、噂の元だったじゃない。まあ噂っていうか、まあ、ほぼほぼ規定路線だったと思うんだけど、うん、まあ一旦白紙だろうな。まあボクシングってこういうのありますよね。はい、だからすごい大変なビジネスだと思うんですよ。ああ全貌じゃんだ。そうそう、組み立ててきたものがね、うんうん、まあ、というわけで、まあ、ちょっと試合を見て前から疑問に思ってた、まあ、その中谷潤との強さを構成する要件、まあ、ただちょっと疑問があったんで。ああそう、はい、はまあ、このチャンネルでも何回か話してるけど、まあ、インファイトもとにかく強いと、うん、遠い距離が強くて中入ったら中入ったでめちゃめちゃ強いと、うん、でまあ、今回もそのインファイトの場面っていうのはあったわけじゃない、うん、でやっぱああいう時ってこう細かいやり取り、本来でもなんかフルスイングするじゃん。フルスイングするよね。あ、どういうことなの？スペースを作るのがうまいってこと？手が長いんだよ。いやなんかよく漫画だとさ、うん、近いと手長い方が不利みたいなさ。ああまあね、まあね。マシバも不利だったでしょ。一歩相手に。いやまあそうなんだろうな。うん、まあそのまずやっぱ頭の高さを相手より低くしてるっていうのがあると。頭の高さを相手より低く、よくさ、なんか頭が低くてやりづらかったみたいなコメントってよく聞かない？うん、はいはいはい。例えば、まあ、それを言ってるかどうか分からないけど、田中康生のこの間の、ね、昨日の相手にしても頭を低くする、まあ、有利悪意の相手の対人も、うん、まあ、インファイの時は頭を低くしてやる。頭がここにあると自分はやっぱり長いストロークでのパンチって打てない、はいはい、ね、でも自分が頭を低くするっていうと、これが頭だとしてこうじゃん、はい、でこうなってると大体相手のこうやって下を取られて、ここを下取られると相手の体っていうのはちょっと起きるじゃん、はいはい、で自分はちょっとこの しゃがむじゃないけど、うん、こうやってこういうふうにしゃがむとここの分振れるじゃん、はいはいはい、だから振ってんじゃないのって思う。こうやって低いのとって、ま、ビャンみたいな、まあ、今日の相手とかはまあ170あるからさ、まあ、相手も大きいよね、うん、まあ、ただフライ級時代とかさ、うん、まあ、もう160前半とかの選手相手にそんな、いや、より低く入ってた。それこそあのコロナの間の無観客試合の時のマグラモ戦、はいはい、フィリピンのマグラモでやった時は相手が160ちょっとだと思うんだけど、それより頭低かったよ。ああそう、それこそ有利悪意戦とか、結局有利悪意との試合、あれはユースサイトマッチだったから、うんうん、ね、まあ、2ラウンド目からパッて変えてさ戦い方、1ラウンド目は結構有利悪意のプレスが強くて、まあ、戦前の評価だと有利悪意だったからね。あ、そうなんだ当時。いや、そうだと思うよ。で1ラウンド目のこの有利のプレスがクソ強くてさ、でも2ラウンド目からガッて変えて戦い方、その時はもう相手の喉元に自分が頭を置くようなイメージでガーって姿勢低くして、そしたら自分はここのスペースをある程度順位に使えるじゃん、うん、だからそこであのコツコツじゃないよね、うん、まあ、こういうパンチの中にもうこのぶん回すみたいなパンチを入れてくるよね、うん、だから右アッパーもぶん回すような右アッパーを打つよね、うん、インサイドからね、うん、だからまあそれに関連してだけど、あんな振り回してるから、まあ、当然強いパンチ打ってるなっていうのは分かるんだけど、振りがでかければでかいほど避けやすくなるじゃん、まあ、だからそれは相手の避けやすくなるっていうか、ただタイミングだと思うよ。例えばそのストレートのタイミングで来ると思って用意しているものに対して、例えば、まあ、左ストレートが、うん、左ストレートが来ると思って用意してた時に左フックが来るっていう、はいはい、例えばこれは、まあ、変化球と一緒です。ここで用意しここだと思ってた時にこう来てるわけじゃん、はい、この時にあっと思ってるかもしれない。だからうーん、あその一瞬の間だから間を変えてるから振りが大きいから、だからそれは普通できないと思うよ、うんうんうん、なかなかできないと思うんだけど、この間のベルランガみたいに、ああみたいな、ベルランガなんだっけ、カネロ、あカネロの
左ジャブだと思ってこうしたところ左フックみたいな。そうそうそう。でもそうだと思う。でその軌道っていうよりももう着弾する時のその時間が違うじゃん。間が違うから、それをもうやっぱコントロールしてんだと思うけどね。そこで選択するっていう。だから左フックを叩きつけといて、まあ、左すると打ち抜いたりとか。ってことは中谷潤人のあの強さって、まあ言ったら球種が多くて駆け引きがめちゃくちゃうまいってこと。ね、それとやっぱりこの構えた時の長さ。だからさ、まあピッチャーって普通 18.44 メートルのところから投げるんだけど、はいはい、まあ一人25メートルぐらいのところでプレーしてるみたいなもん。あれどっち？それどっちよりだ？それバッターだ。バッター。え、バッターだと打ちやすかった。バッター有利だね。そうかそうかそうか。いやそれだとバッター有利になっちゃう。うん、まあだからやっぱりあの身体的なフレームっていうのは、はい、うん、その彼の中のすごい武器になってると思う。だからスピードの速い選手とか足が速い選手でもあの長さで無効化しちゃう部分はあると思うんで、うん、だから体のフレームっていうのは一つやっぱすごい武器にはなってると思うよね、うん、その微妙なさパンチのその角度なんかフック気味に打ったりとかさ、うん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 、外から打つようなパンチも打つしみたいな。だから全ては相手の反応を見ながらやってると思うんだけどね。まあでもあんだけパンチが多彩で、うちの選手なんか彼がそれこそ6回戦の時は分かんないから、8回戦ぐらいの時ぐらいからね、いろんなそれこそ赤堀とかさ、千葉海とか高橋良平とかさ、もう散々スパーリングね俺も見てきたけど、うんうん、もう手が出ないんだよみんな。はいはいはい、手が出ないんだよ、だって遠いから。うん、でも向こうはなんか一方的に好き勝手に言ってくるみたいな。まあちょっとなんかね、だからでもそのもう反応だってずっとこうやって見てんじゃん、うん、ずっとこうやって見てる。カーンってなって1分の休憩でお互いがコーナーに帰るときもさ、じーっとこうやって見たりしてるときもあるか。もうその観察力なんじゃないの。もうとにかく実戦で作ってる選手だよね、その、まあ、ルディエルなんですのところで。でもう15歳ぐらいから練習してるわけじゃん、まあ、その中で、まあ、よく言ってたけど、これは別に言ってもいいと思うんだけど、まあ、大輔さんってルディと一緒にいる人がやってるけど、その何かスペシャルなものを持ってるわけじゃないっていう、ね、はいはい、その身体的な特徴として、うん、誰よりもスピードがあるわけじゃないし、誰よりもパンチが硬いとかでもないと思うし、でもだからこそこうやって身につけてきて、それを実践、15歳ぐらいからずっと実践で身につけて、こういう時はこう、こういう時はこうっていうのを思う、一つ一つリング上で指示するみたいなさ、うん、でそれを忠実にやってきて身につけてきたものだよね。だって今でもね、それこそ16ラウンドスパーリングする時もあるっていうような記事も出てるし、うん、でそれこそうちの選手が行った時だって自分の練習なんだよ本当に。だから生かさず殺さずやるんだよ。なるほどね。8ラウンドスパーリング、うちの選手が8ラウンドスパーリングやったら、いかさずこそかさず8ラウンドやる。だ選手からしてみたら、ああ俺は中谷潤人と8ラウンドできたって思うかもしれないけども、もうそういうテーマを持ってやるっていうか、あるね、こうやってスパーリング見てもそのだからラウンドごとに本当にテーマがある。ああこのラウンド一気に変えてきたっていうのを感じることもあるし。それってさ、昔はフライ級とかさ、こうなんかもうズタズタにしてたってイメージだったんだけど、うん、なんかここ数戦スーパーフライぐらいからさ、なんか唐突に終わりを迎えるみたいなさ。いやだからやっぱいろんなものが一致してきたんじゃないの。それはやっぱこのプロのリングで学んでき、プロのリングで身につけてきてんじゃない。うん、そのやっぱ実際倒してきてるわけじゃんね。それは体が大きくなってパワーが増してるとかっていうのもそれはあるんだろうけど、まあそういう倒す間っていうのをもう自分の中で感覚としてあるんじゃないの。うん、さあでももう本当に言ってるよね。でもいいね、こうやって言ってるからね。言ってくれるからね。次もうパンド4パンドナンバーワンになりたいと。はい、で、まあ、聞き出したいのは井上尚弥の名前だと思うんだよ。聞き出したいのは、うん、記者の人たちが、うん、したらでもまあスーパーバンタム級はたった1階級上だみたいな言い方してるじゃん、うん、もう言ってるのと一緒だよね。まあね、この辺のだからもう発言もすごいいいよね。もうちょっと時間欲しいみたいな層もまあいるはいるみたいだけどね。どういうこと？
いや、もうぶつかんのみたいな。ああ、そうなんだ。だからそういう意味での、うん、やっぱ井上拓真戦っていうのはもうみんなが期待してたカードだよな。まあそうだね。でもティオフィオモン・ロペスがさ、ロマチェンコとやった時もちょっと早くねみたいななかったのかね。そうだったっけ。あれだって若いじゃん。あ、20代中盤ぐらいだったから。あ、